皆さんこんにちは。一個だけ言わせてください。はい、今日はほとんどこれ日本人の学生向けにお届けできたらなっていうふうに思うので、英語のサブタイトルもつけへんから、もし英語圏の方で見てくださってる方いたら、今週は先週分までの動画とかいっぱい見てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。いつも今日は、就職活動と海外留学っていうのをどうやって両立させるか、もしくは両立することができるのかっていうことについてお話ししていきたいです。はい、これ結構ずっと話したかったトピックで、なんか結構もうコロナ終わってきたから、そういう人あんまいいひんかなって思うけど、コロナの影響で結構そのなんていうの、タイミングがなくて就職活動とかぶってしまうっていう人が結構いたんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ今そのコロナもなくなってきたから減ってるかもしれへんけど、なんていうの、例えばそのコロナだけじゃなくて、今後なんか部活動してて留学行く期間がなかったとか、まあ、バイトが忙しかった行けへんかったみたいな感じで就職活動とかぶってくる人がまあ未だにいるんじゃないかなっていうふうに思っているので、就職活動と留学は果たしてこう両立することができるのかっていうのを話していきたいと思います。はい、最近すごくずっとスッキンで、もう化粧する気も起こらなくて、今日もスッキンでお届けします。はい、で早速話していきたいと思います。はい、でまず結論から言ったら、その両立はできるけど簡単じゃないっていう部分にあると思います。基本的に最近やったら就職活動っていうのが大学3回生の、まあ、早くて、まあいろんな人いると思うけど、まあ、最近今多くの人が始めるのは、まあ、大学3年生の、まあ、6月か1月か3月のどっかで始めるかなっていうふうに思います。で6月から結構情報解禁されたり、このインターンの情報であったり説明会とかが始まったりするから、まあ始めるのが多い人が固まってる時期としては6か1か3月かなっていうふうに思ってるんやけど、基本的に3回で留学行くんやったら、その6月1月3月かぶってもまあギリ行けるかなっていうふうには思います。そのなんていうの、6月からっていうのはまあインターンが多いから、夏休みとかインターンが多いから、そのまあインターンに行けへんっていうデメリットはあるけど、まあ、コロナが流行ったのおかげって言ったらあれやけど、オンラインがめちゃめちゃその就職活動の中でも結構流通してるから、オンラインインターンみたいなのが絶対少なくないんで、まあ、対面のところもかなり最近はもう多くなってきてしまってるけど、それこそ説明会とかは全然全部オンラインでやってるから、説明会に関してはまあオンラインであるから留学しててもそっちから参戦できるかなっていうふうには思います。でちょっとね、でそうやな、だからその3回で行くんやったら、まあ、3月に帰ってこれるとかやったら全然問題ないかなっていうふうに思います。はい、全然かぶらへんかなっていうふうに思ってます。で一番の問題は、そう私みたいに4回で春に行くことが可能なのかっていうふうに思うんやけど、4回の春ってほんまに一番面接あるし、一番なんていうの、まあ、大事な時期ではあるから、例えばこう最終面接だけが対面やったり、まあ、初めの方はオンラインやから基本的に行けると思うけど、最終面接だけが対面であったり、あとは何やろ、ウェブテストのところも多いけど、テストセンターで受けてください、必ず対面で受けてくださいっていうところも絶対少なくないから、まあ、実際私もそのテストセンターで受けなあかんっていうのを、まあ、こういう理由で受けられないウェブにお願いできませんかって言っても、そう変えられへんかった企業は実際何個もあるし、あとは何やろ、そのオフラインで来てくださいっていうのをできなくて、まあ、諦めざるを得なかった会社っていうのはもちろん数社あります。やけどやっぱりそのコロナのおかげで、その最初から最後までオンラインで面接を行いますよっていう会社は絶対にあるから、そういう面では別にいけるっちゃいけるかなっていうふうに思います。だからこっからの話になると、その就職活動と留学は両立は必ずできると思います。だけどその何にこうウェイトを置くかっていうのが結構変わってくるかなっていうふうに思います。なんかそもそもその留学行くかどうか迷ってるっていう時点で、そう多分なんて心の中にこうこれした方がいいんかな、これしたいっていうのがあるから、多分就職活動があるからなって迷ってるぐらいなら行った方がいいなって私は思います。正直その私行ったせいでなんか得られなかったもの、就職活動で得られなかったことっていうのは確かにたくさんあるし、なんかあこの時日本いたらもっと変わってたんじゃないかなっていう風に思うこともたくさんあるけど、でもやっぱり留学来て学べることって多分今しかないなっていう風に思ってて、
こうなんかその時に感じることであったり、そのやっぱり海外から来る人たちって考え方とか働き方全然違うから、なんかあこんなに働かんでもいいかもなとか思ったりしちゃうわけ。今それはもちろん人にもよるし、就職活動にちゃんと本腰入れたいっていう人はもちろん日本にいるべきかなっていうふうには思うけど、留学行こうかなって迷ってる時点でもう絶対に留学を取った方がいいと私は思います。でもほんまに行ってみないと感じれないこと、考え方とかが絶対にあるから、確かに簡単ではないと正直思います。両立はもちろん、まあ、その休学していくとかやったらまた話は別になってくるけど、休学せずにそのまんまなんていうのストレート卒業するんやったら、まあ、両立せざるを得ない状況になるとかやったら結構大変ではあると思うんですね。だってその学校、現地の学校の課題であったりテストであったりもしなあかん一方で、そのなんていうの就活するんやったら ES たくさん書いたり面接の準備したりっていうのがいっぱいあるから、それが重なってくると時間調整も大変やし、それこそ時差とかがあるから結構大変かなっていうふうに思うんやけど、まあ、それでもなんかこう成し遂げる価値はあるかなって私は思います。確かに時差もめっちゃあるんで、私は今マレーシアにいるからその時差が1時間で済んだから、そんなになんていうの時差を考えることはなくて、1時間私が早く起きたらいいかとかってなるだけやったから、まあ、たまに時差の計算間違えてやばいってなるとき1回だけあったんやけど、そこは気をつけた方がいいなって思います。確かに欧米とか行っちゃうと多分かなり時差が変わってくるので、そこら辺はちょっと考えた方がいいかもしれんけど、でも実際私がアメリカ留学行ってる時にもその1校の人とか2校への人はその就活してる人いはったし、夜中の3時とか起きてる人もいたはいたから、できなくはないと思います。なので、まあ、最終的にまとめるとすると、留学と就職活動は両立できるって思います。ただもちろんそれは簡単じゃないっていうのがあって、まあ、もちろん留学に行くってことはその分その何かこう削られるものがあるから、それはちゃんと覚悟していった方がいいなと思います。でも私はその留学に行く分必ず得られるものがあると思ってるし、就職活動を日本でする以上のメリットがあるんじゃないかなっていうふうに思ってるから、就職活動絶対に大手に入らなきゃダメみたいな人は、まあ、簡単で、まあ、無理とは言わへんけど簡単ではないかなっていうふうに思うけど、でも就職じゃない留学はそれぐらいの価値があるかなっていうふうに思ってるんで、もしその就職があるからどうしようって海外留学を迷ってる人がいたら、もう私はぜひ行くべきって背中を押すと思います。なのでもしこの動画を見て迷っている方がいらっしゃったら、迷わず行ってチャレンジしてみてほしいなと思います。はい、こんなんで参考になるか分からへんけど、私は実際行く前にすっごいそれで悩んだから、これが誰かにこう悩んでる人に届いたらいいなって思います。はい、悩んでる方いたらぜひコメントお待ちしてます今回も見てくださって、一部の方向けすぎるけど今回も見てくださってありがとうございました。また来週からは島のペルヘンティアンっていうところに行ってきたので、島の動画をお届けする予定なので、来週も楽しみに見ていただければなと思います。今回も見てくださってありがとうございました。バイバーイ。